皆さん、こんにちは。レックン人講師の伊藤です。えー、それでは CFP 短期合格のための傾向と対策、CFP のガイダンスを始めていきます。よろしくお願いいたします。えー、今回のガイダンスなんですが、まあ、この傾向と対策と同時にですね、これからでも合格を目指せると、まあ、こういうあのタイトルもついていますのでね、あの、まあ、これから、11月の CFP の試験に向けて、何らかのですね、情報提供をここからお話ししていきたいと思います。 あの、まあ、これからでも合格を目指せるということで、あの、まあ、そもそも今、こうしてですね、ガイダンスを見ていただいている方、聞いていただいている方、あの、現在地、どこなのかな、ということによってもですね、これ、対策がすごく変わってくると思いますね。 あの、もう、その試験に向けて、着々と勉強が進んでいる方いらっしゃると思います。試験の出願も終わってですね、その自分が出願した科目に向けて、科目に対して勉強を進んでいるという方もいると思いますし、いや、まだ、あの、試験の申し込みが終わってないとかですね、まあ、そもそも申し込みがまだ始まってないとか、まあ、いろんなそのタイミングで、このガイダンスを見ていただいているんじゃないかと思うんですが、まあ、あの、今はですね、実は、 6月の、今年の6月の試験の合格発表が終わりまして、そして合格率などですね、合格の基準なども発表されまして、まあ、その資料も揃いましたので、まあ、直前のですね、6月のその傾向、まあ、このあたりも含めながら、そして11月の試験に向けた内容ということで進んでいきたいと思います。あの、ちょっと資料がありますのでね、資料の方画面にちょっと切り替えてみたいと思うんですが、<laughs> あの、最初のところに試験の日程が出てきています。まあ、これあの今までのガイダンスでもですね、同じようなこの日程に関するお話をしてきたんですが、まあ、もう一度、まあ、今回このガイダンス初めて見てくださっている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますから、えー、ちょっとこの試験概要のところを簡単に見ておきたいと思うんですけれども、試験日11月の12日と11月の19日2日間に分かれますね。えー、試験時間各20、120分。 この各120分というのは、CFP の試験というのは科目受験をしていきますから、金融で120分、不動産120分と、こういう感じでですね、各科目それぞれ120分、2時間の試験を行う。で、6科目ありますから、6科目の受験をして、6科目の合格をする。これで CFP の合格者と、こうなっていくんですよね。で、あの、ま、形式は4択です。 あの、すべて4詞択一ということになっていくんですが、問題の数は各科目50問出てきます。つまり4択の問題が50問出てくると、こういう構成になっているんですね。で、この50問でまあ2時間120分回答時間ということになっていく構成です。 あの、まあ、この科目の内容等々に入る前に、あの、最初に、ま、これからでも合格を目指せるということがタイトルあったと。あの、これからという中で、ちょっと事務的なことを一点お話しておきますと、あの、この11月の試験ですね。これ、受験するためには、試験のその出願期間ですね。試験の出願の期間は、9月の6日から10月の4日。 こうなってますよね。だからこの間にあの申し込みが済んでないと、そもそも受験できなくなっちゃいますので、まあ、こうして今ガイダンスを聞いていただいている方がどのタイミングなのかと。もうこれ試験あの試、出願終わっているというタイミングの方もいると思いますが、一応これあの補足しておきますね。えー、出願の期間というのがこのように決まっています。 で、まあ、そして準備をしていかなければいけないというところから、えー、直前に差し掛かってくると。まあ、こんなところじゃないかと思うんですが、あのー、まあ、いつもですね、この科目が受験、科目受験できるんだから科目の選択どうしようかと。まあ、これのお話が当然最初に出てきて、まあ、今回のこの資料もですね、この後効果的な科目選択の方法と、 まあこんな話にちょっと続いていくんですけれども、あの、やっぱり、これも今までのガイダンス何回も話していることなんですが、この6科目のですね、この中で初めて受験するという方、まあ、おそらくこうして、えー、情報収集なさる方、多くの方が CFP 試験初めて受験じゃないかなと思うんですけれども、あの、初めて受験するときにですね、どこから選ぼうかって考えたときに、あの、もちろん一番自分が好きな科目ですね、 もうごくごく単純に考えていただいて、自分この科目好きだと、この科目で試験受けたいというふうにですね、もう優位性の高いところから科目選択すると、これが一番いいと思います。あの、まあ、好きだという言い方はちょっと語弊があったかもしれないですけども、あの、得意な科目を選ぶと、こういうことなんですよね。あの、どうしても最終的には6科目の合格、これをですね、整えなければいけないので、まあ、できるだけ、 ちょっと苦手なものから時間かかりそうだから先やろうかなっていうふうに考えている方もあるかもしれないんですけども、これ苦手な科目、やはりですね、どうしても初めて受験するとき勉強のスピードが遅くなってしまう。まあ、あの、よく言います。モチベーション保つのが大変っていうことになりかねないですよね。でそう考えたら、あの、科目選択はやっぱり得意な科目から好きな科目から始めていきましょう。 で、あのー、まあ、これも繰り返しになっちゃいますが、まあ、得意な科目の次に、えー、候補として言えることは、やっぱり実務経験との総合性ですかね。これがあるもの。相乗効果上がっていきますから、やっぱり、えー、実務、仕事との関わり、ここで深いもの、これを次に選ぶということ、いいんじゃないですかね。で、まあ、三つ目が、 あのー、スケジュールなんですよね。で、この11月のこの2日間の日曜日にやって、1科目目の金融、これが、えー、その12日の9時30分から始まります。9時30分から試験が始まって、120分試験やりますから、終わる時間11時30分ですね。で、11時30分に金融が終わって、その後不動産、これが12時半から始まるんですね。で、12時半から2時間試験やって、そしてライフ、 これ、最後3時半から試験なんですね。で、こうやって9時半から12時半から3時半からということで3科目が1日にこう連なっているんですが、これをですね、1日続けて3科目やるっていうのは9時半に始まって5時半まで回答時間続くわけですから、間に1時間ずつ、まあ、休憩やると言ってもですね、ちょっと体力的なことを考えたら、やっぱり1日の中で多くても2つ。 ま、これあの、初めて受験する方という意味で言ってますけどね。多くても二つ。ま、できれば、間一個抜く。金融とライフとかですね。で、これ、19日の方で言ったらリスクと相続とか、間一個抜く。ま、こんなことでもいいですし、あるいは、いや、私今回4科目は受けないんだと。ま、2科目ぐらいにするんだと。考えたら、もう12日で一つ、19日で一つ。ま、これでいけば、もうその日はそれに集中するんだということで、一日一科目でやって、そして、 三回に分けて、六科目の合格を取る。まあ、こういう計画を立てるんだっていうことも、初めて受験する方にとっては、決して間違いじゃないですよね。で、あの、一日一科目、もう一科目、次の日曜日。つまり、一回の試験で二科目受ける。これ、あの、おそらく、受験者数などからですね、ちょっと簡単にこう割り出してみると、まあ、そう、バランスでやる方が一番多いんじゃないかと思いますね。あの、もちろん、 一回の試験で6科目を受験するっていう方もいるんですが、これ一回の試験で6科目全部出願する方って、直近の6月の試験で言うと、わずか187人なんです。わずかって言いましたのは、総受験者数は1万2千人以上いるんですね。1万2千人以上受験者がいる中で、わずか187人の人が6科目全てに出願している人。まあこれやり方の一つですから、 あの、悪い方法ではないと思うんですが、でも、その187人出願した6科目すべての人が、じゃあ、合格はどうだったかっていうと、その中の21人なんです。つまり12000人ぐらいの方が受験する中で、6科目まとめて出願して全部一遍に受かったっていう方はたった21人。だから、それが、まあ、このデータ的に考えると、やっぱりちょっと、もう少しこう、準備、計画性持った方が良いかなっていうことは言えると思いますよね。 まあこんなことが、その、まず試験制度、そして試験日程が決まっている中で、まあ、科目選択するときの一つのですね、あの、方法として参考にしていただいたらば良いかと思いますね。で、あの、ま、すべてに、まあ、今3つぐらいですね、科目選択の順位付けみたいなことを言いましたけれども、あの、すべて共通して言えることは、やっぱり、あの、知識を持って、そして回答するわけなんですが、興味ないものには、なかなか身につきません。 だから、勉強するってことは、要は興味持つことだと思うんですよね。じゃあ、興味持つって具体的に何があるかっていうと、この FP でこれから受験していく、この勉強していく内容っていうのは、もう全てが、もう日常生活の中に情報が溢れているわけなんです。日々の生活の中に情報が溢れている。だから、例えば、アンテナを張って、いろいろな情報収集を日々行って、例えば具体的なことを言うと、金融資産運用設計、 まあこれ50問全てがそういうわけではないですが、例えば今投資ですね、貯蓄から投資に動いていこうという中で、いろんな話題がもういろんなところに情報があります。そういうことをですね、ちょっとアンテナ張っておいて、そして、例えば経済情勢から始まって、一番の動きとしてあるものは、じゃあニーサはどういう制度に来年から変わっていくんだと。まあこんなことをこれ勉強するということよりも、もう日常生活の中の情報収集をするのが、そのまま 試験勉強になっていくということで、ぜひ興味を持って勉強を進めるということも、あの、大切かもしれないですね。次行きましょう。その下のところ、合格率と合格基準というものがあって、直近の6月の試験、2023年の6月の試験の合格率、合格基準が載っています。あの、まあ、そんなにこれ過去を遡ってもですね、大きなブレがあるところではないんですけれども、 あの、ちょっと今までお話してきたことと若干軌道修正してお話したいんですが、この金融について。金融について、なかなかあの合格の基準というところが他のどの科目よりも、まあ、あの上回ることはないんですよね。あの、今回27問という数字が6月試験では結構いっぱい並んでるんですが、この金融については、もう30問に満たなくて合格になるというのが過去何回も続いているんです。 あの、ここには2回分載ってるんですが、その一つ前の、例えば2022年の6月も28問。2021年の11月は27問。まあ、こんな感じで、もう20問題、30問に満たない数字が、金融の合格基準としてずっと続いているんです。あの、金融の科目がですね、どうしても難しい、ね、というふうにこう考えている方も多いと思うんです。で、まあ、どうして難しいのか、どうして難しく感じてしまうのか、ということは、 少し後でもお話ししたいと思うんですが、金融について軌道修正したいというのは、これはもう問題数は50問の中で30問の正解を目指すと。これでいいと思います。あの、他の科目はですね、これたまたま27とか26とかいう数字もありますが、やっぱり他の科目については、これは35問の正解を目指していきたいんですよね。あの、例えば、 不動産31、32と並んでますし、タックス31、33と並んでます。他の項目に10問題ですけれども、ちょっと遡ると、やっぱりライフもリスクも相続も、30問以上正解しないと合格じゃなかったっていう回がもちろん出てくるんです。だから、不動産から相続までについては、やっぱりターゲットは35。50問中35、7割正解。これを目指す。これはもう今までお話ししてきてることと一緒なんですが、 今回、軌道修正したかったのはこの金融です。金融はもう難しい、大変だ。いろんな声聞こえてきます。ですから、ものを30にですね、ちょっとハードル下げる。で、いいと思います。50問中30問を正解を目指す。こうして、金融が仮にですね、今まで受験したけども、再受験になっちゃった。1回目合格できなかった。場合によっては2回合格できなかったっていう方、もしいらっしゃったら、もう金融はもうそういうものだ。 っていうふうにこうなってきてるかもしれません。じゃあ、ターゲット下げる30問。まあ、30問に下げてしまうっていうのはちょっとどこに下げるかっていう問題出てきますから、やっぱり金融だけは6割正解を目指すんだということでいいと思いますよね。あのー、合格率というのがこう並んでますけれども、まあ、およそ受,、えー、受験者に対する3割程度、まあ、30 3三分の1程度ぐらいを合格者として排出していきたいと。まあ、こういうところがこう見えてくるわけですね。 約合格者の3分の1を合格者、えー、受験者の3分の1を合格者として排出しようとしたところを区切ってみたら、こういう数字が並んだと。つまり、金融は30%、約3分の1に満たない人の合格者を出そうと思っても、27問の正解にとどまっちゃってると、こういう状況ですよね。だからもしここで、 合格率あ、ごめんなさい、合格の基準を30問までもし上げるとですね、合格率はひょっとしたらもう20%台前半とかに下がっちゃっていくっていうことですよね。で、合格率20%台前半、つまり4分の1の人も合格できないという試験になると、これやっぱり CFP 認定者を着々と増加させていきたいというその考え方とは、ちょっと若干時間がかかりすぎてしまうということから、一定の合格者出したいと。で、合格者出すには基準下げていきているわけですよね。 そうなってくると、ここはもう27、26が出てるように、30、このあたりを見通していければいいんじゃないですかね。あのー、さっき合格者は全体で約1万2二千人以上いると言いました。あのー、まあ、ほぼもう1万2二千人台のところで合格ごご、ごめんなさい、受験者ですね。受験者が約1万2二千人台ということになって、受験者数増えてきています。受験者数増えてきていますが、これ競争じゃないですからね。あのー、自分の、 もう、まり、つまり、正解できる問題の数がきちっと30問、35問、上回れるように、あの、整えて試験に臨むんだ、ということで、もう確実に1回で合格、取っていけると思いますからね。そんなことの一つのまあ参考が、このまあ合格の率であり、合格の基準であり、と、まあ、こんなことでいいんじゃないでしょうかね。えー、その下です。学習方法。まあ、あの、このガイダンスは、どちらかというと、まあ、試験が直前期になってきたというところにもありますから、まあ、この、 効果的な学習方法、短期合格。短期合格っていうのは、あまり勉強時間取れないところまで来ちゃったんだけど、なんとか、その、合格したい。じゃあ、どんな勉強方法があるんだろうかと。まあ、こんな話ですけれどもね。あの、1点目、科目的な、ごめんなさい、効果的な科目選択の方法と。まあ、これは、あの、今、冒頭にもお話し,しました。あの、得意な科目、実務との関わり、えー、他の、えー、ごめんなさい、当日のスケジュール。まあ、こんなことを考えていこうということですね。 で次2点目。標準的な学習時間について。あのー、これも分かりやすい数字一つ挙げておきましょう。1科目。科目の勉強時間は100時間。こんなふうに、まあ。最も分かりやすい数字ですよね。100時間。これを目安にして勉強してってみてください。1科目の勉強時間100時間。で、あのー、スタートはどこなのかっていうことですけども、当然2級に合格した。 で、2級に合格して、まだその2級での合格のために勉強した内容というのが、きちっと整って身についている状況の中で100時間と思ってください。だから、もし2級の合格がもう何年か前だと、なんかこの FP に関するこの科目別の内容ってちょっと自信なくなってきちゃったなっていう方は、これに若干プラスしますよね。あの、プラスするというのはつまり二級ベースについてはきちっと身についた上でそして CFP のその、 そのあえる勉強。これに1科目100時間かかるかなと。まあ、これを目安にしていただくといいと思います。ということは、これ100時間1科目と出したのはですね、例えば、じゃあ短期合格だから自分は限られた時間でやりたいんだとなったときにですね、これ1日あたりもう3時間ですね、勉強して、これで1ヶ月かかるんですよ。100時間ということはね。まあ、つまり90時間ということになるわけですけど、1日3時間。1日3時間の勉強時間を割くっていうのが、これかなり 大変かもしれません。あの、1日3時間ですから、土曜日、日曜日、休日だけやろうということじゃなくて、もうすべての日に関して1日3時間、30日やって90時間ですよね。だから、1日3時間の勉強時間をきちっと確保して、1科目が仕上がるということになっていきます。あの、標準的な学習って、標準って、これ何をもって標準かって難しいですけれども、一つの目安としては、1日3時間勉強していきましょう。そして、これを毎日繰り返すことによって、 1>, 1ヶ月で1科目が仕上がった。だからもし今現在、例えば9月になった。で、9月になってこれから出願をしなくちゃいけない時期だ、十10月4日までだってなってきた時にですね、どれぐらい勉強時間が取れるかによって、今回の11月の試験が何科目受けようかって、これは決まってくるかもしれないですよね。あの、9月に差し掛かってあとちょうど2ヶ月だっていう方は、この数字で言ったら2科目受験だってことにやっぱりなっていくわけなんですよ。 あの、さっき、総受験者と、その、データから見ると、大体一人二科目程度受験してるんじゃないかというお話し,しましたけれども、やっぱり、勉強時間がですね、もっと確保できれば、一回に四科目、五科目、あるいは六科目とこうなるかもしれないんですが、どうしてもですね、こう日常の中の勉強時間の確保を考えたら、二科目ぐらいになってしまうかなというところが一つ見えてくるんですね。 あの、一日三時間。まあ、これで一つの目安。一科目100時間かかる。これ目安にしてください。で、もう一つ、この学習にあたって忘れちゃいけないことは、じゃあ、一日三時間はできないから、土日で10時間やろうと。例えば土曜日10時間やって、日曜日10時間やって。で、これ土曜日曜がある1ヶ月の中に8回あるわけだから、土曜日曜10時間ずつやったらこれで80時間いくよね、と、計算上こうなるわけなんですね。で、この勉強方法はこれやめた方がいいと思います。 あの、土曜日に10時間、日曜日に10時間、その後、月曜から金曜、何も関わり持たないまま、また次の土曜日、急にやる。で、こうではなくて、こっちなんです。1日3時間って言った理由は、毎日わずかな時間でもいいので、もう、試験近づいてきた時期ですから、勉強に関わる時間を設けたいところなんですよね。あの、1日1時間、平日は1時間だ、土日は1日5時間だ、この組み合わせでもいいと思います。 毎日少なくとも問題を解く。何問解くか。1時間で3問解ける、4問解けるとなればですね、それでもいいと思います。いや、もっと解ける。となれば、1日1問問題を解くだけでも、ここで、この学習を日々繰り返したということになって、自信につながっていくと思いますよね。ですから、合計数だけ合わせようと思って、急に思いついた日にいっぱい勉強するっていうこと、これ集中力当然ないはずですから、こういう勉強方法ではなくて、やっぱり、 毎日少しずつの時間を積み重ねて、そして1科目100時間の確保、勉強時間の確保をしてスタートしていくというふうに考えていただくといいと思います。で、このまあ100時間目安とした上で、じゃあ次あと2つ、得意な科目か苦手な科目かっていう話ですよね。で、得意な科目については、まずあの、十分に過去問題分析してみてください。 もちろん、この資格試験勉強っていうのはインプットがあってアウトプットがあってっていうですね、大きな構成っていうのは当然あるわけなんですよね。ただ、もう短期合格、試験が近づいた、出願もしたということになった、時間1ヶ月しかないとなったらですね、もうここはインプットをですね、細かく細かくやるんじゃなくて、もう過去問、アウトプット対策、ここです。得意な科目だったらもうそれができるはずです。だから、過去問題の分析を十分にしておきましょう。で、分析ってじゃあ具体的に何やるのかっていうと、 自分なりのですね、問題のランク付け、ABC ランク付けしてみてください。で、これ人によって違うと思います。何が A ランクで何が C ランクか。これ人によって違うと思うんですが、あの、自分が A ランクと決めたものは、これはもう必ず正解しなくちゃいけない問題だというふうにもう決めてしまうんです。で逆に C ランクだと考えたものについてはですね、これはもう極論すれば、その分野の問題が試験に出題があっても解かない。 まあこんな風にもう割り切っちゃっていいと思います。で、これ問題はバランスですよね。あの一例として挙げられるのが、この A について30問、B について15問、C について5問。まあ、これぐらいのバランスで、ちょっと過去問題をですね、どこか一冊割り振りしてみていただくといいと思いますね。で、もう自分はこの分野については、もうきちっと正解が取れるんだっていうところまで仕上げていくもの、これを A ランクとしましょう。 あの、B ランクは当然 A と C の間ですから15もあります。30問ではちょっと合格しにくい数字の科目もあるわけですから、当然 B ランクの問題も正解していかなければいけないし、A ランクの問題であっても、いざとなったらこれ必ずしも30問全問ということにはできない、正解できないかもしれませんから、B まではきちんと整える。ただ C はやらない。これでいいと思います。あの、受験科目によってはですね、なかなかもうインプットを繰り返しても、 どうしても理解が進まないような論点というのが必ずあるはずなんですよね。そうしたらばもうそこはですね、最初からもう戦わないっていうことですよね。で、あの、元をこれ極論すれば C ランクこれ5じゃなくて10でもいいかもしれません。50問中10問戦わないと。つまり自分は40問でもう試験は勝負すると。で、40問で勝負して、そして40問中で30数問正解できれば、場合によっては35問正解できれば良い。 というふうにこう考えて A と B の精度を高めるっていう方法もありますよね。だから得意な科目については、まず過去問を自分なりの分析をして、どこで戦うのかっていうことをきちっと計画立ててみてください。で、計画立てたら、それを本試験の時に実行しなくちゃいけないですね。あの、開始されて問題差しめくっていきながら、もう自信を持って自分が C と決めた分野が出てきたら、それは回答しない10問ぐらいあるかもしれません。 これによって、試験時間120分も、もうちょっと効果的に一問に、あの、回答時間使えることになりますよね。で、そうしていくと、やっぱり、準備は大変ですけれども、今度、各問題を回答していく中で、より精度が高く、時間をかけて、回答できるようになっていくかもしれないですね。で、それに対して、苦手な科目、あの、苦手な科目については、これは2級の復習。 もう、ここからです。スタートは。二級の復習。あの、もう、試験が近づいてるから、まあ、過去問題解いて、なんかよく出てる問題だけできるようにしておけば大丈夫かなって思ってもですね、苦手になっちゃってると、やっぱりこの本試験というですね、非常に、あの、特殊な環境の中で問題を解いていこうと思った時に、できることまでできなくなっちゃう可能性がありますよね。だから、苦手だなって思った科目があったら、二級の復習十分やりましょう。 で、2級の復習やると同時に、じゃあ CFP の過去問題に入っていたときは、選択肢が4つあるわけですよね。4択問題です。この4択問題、どれか1つが答えなわけですけど、どれか1つの答えが正解できたからということで終わらないで、この過去問題の各選択肢を丁寧に丁寧に、インプットのように使ってみてください。そして、この苦手な科目への対策、整えていただきたいと思います。 あの、苦手な科目が、さっきちょっと前にもお話した、金融が難しいから、まあ、この合格基準も低いから、金融が大変だっていう方が多いと、こんな声が多いと言いました。金融が難しく感じてしまうのは、この2級までに勉強したことと、それから CFP の試験の金融の科目で出てくる内容の、その差、難易度の差、あるいは論点の差、ここがちょっと激しいんですよね。あの、他の科目は、 こう、なだらかに難易度が上がっていくっていう感じだと思うんですけども、金融についてはなだらかではなくて、急激に難易度が上がるっていう感じなんです。2級と比べると。だとしても、その難易度が高いところだけやってもですね、本質的に内容が分かっていないままですね、あの、何か解き方だけ覚えて、えいや、ってやるのではなくて、やっぱり難易度は急に上がったとしても、2級の復習をきちっと行って、 準備して苦手な科目の対策を整えていっていただくということ大切かもしれないですね。あの、今、資料のところでですね、まあ、その、ちょっと少しですね、えー、極論的なお話もしてきたんですけれども、やっぱり対策立てる、計画立てるというところが、この限られた時間の中での効果的な勉強方法の一つかもしれないですね。で、まあ、今度、ここからはですね、もう一つの資料を使いながら、特に、 えー、6月の試験問題、どういう傾向であったのかということも含めながらですね、各科目別のですね、あの、乗り切り方。まあ、こんなお話もしていきたいと思いますので、ちょっと資料の方、もう一度違うページの方を移っていきましょう。えー、合否のポイントということで、これ科目別に、あの、まあ、要点をそれぞれ3つずつここにまとめてみました。えー、まず、その、 何回かお話ししている、今、話題にも出てきた金融資産運用設計なんですが、難問に対する学習のメリハリ。まあ、これは、あの、今、言い続けてきましたのでね。あの、難問に対するメリハリどうするかと。あの、難しくなるというところは、もう自分は C ランク問題なんだと決まって、決めて割り切ってしまうということでもいいかもしれないですね。で、あの、取材論点多いとありますけれども、あの、じゃあ、例えば6月試験見てもですね、例えば債権、債券債券投資。 それから、えー、投資信託関係。そして株式関係。それから必ず、まあ、出てくる貯蓄型の金融商品、預金関係ですよね。この4項目というのは、そんなに問題のブレがないです。だから、貯蓄、債券、株式、投資。まあ、この4つについては、もうこれブレ少ないというところから、これ得点源にしていきましょう。で、その得点源をそこと決めたらば、じゃあ今度、資料の読み取り問題。 まあこれあの問いの一位、まあ問題の一位のところからだいたいこの傾向のところでこう始まっていくわけですけど、あの例えば国内外の金融政策とかですね、えー、経済金融の動向がどうだとかマーケットとかですね、まあ時事的なことを含めてこう出てきます。で、あの資料読み取りってことは資料読み取り、これ時間かけすぎちゃうとどうしてもその次に進みにくくなってしまいますから、場合によってはこの 債券投資、あるいは株式などできちっと準備整ったという方は、資料読み取り問題、これ後回しですよね。あの問題の位置に出てくるからといって、いきなりそこに取り掛かってですね、なんか、ほとんど準備できていない内容で、この試験の直前の日銀の情報などを読み込まなければいけないということになったら、それは、ちょっと後回しでもいいかもしれないですね。で、もう一つ、計算問題、反復練習とありますが、これあの、もう、 問題としては定番だと思います。ですから、計算問題。例えば、利回り計算などが代表的なところかもしれませんし、あとは、えー、税金ですね。あの、金融の科目でも所得税関係の計算問題出てきますのでね、そのあたり、あの、やり方をこれなんか丸暗記する、計算方法を丸暗記するのではなくて、きちっとその構成、計算過程、これ押さえておく必要あると思います。で、計算過程っていうのは、これ、なかなか覚えるんではなくても、う書き込んでしまって、 そして書き込みながら考えるっていうことがいいかもしれないですね。これ勉強方法の一つだと思います。えー、次行きましょう。不動産運用設計ですね。えー、計算問題15問程度、法律問題30問程度。この計算問題というのは、これがこの科目の中では一番ちょっと手こずってしまうところかもしれないですよね。あの、具体的にどんなものがあるかというと、例えば土地の価格ですね、評価額など、土地評価額など、これの計算と。 で、ここも、あの、資料が多いんですよね。あの、例えば問題冊子のですね、2ページぐらい資料が全部網羅されていて、そして計算に必要情報から取り掛かっていくと。ただ、ここを逃してしまうと、やっぱり全体の取材、バランス的に正解数取りにくくなってしまいますから、この、 土地の評価額などを中心とした計算問題。これきちっと乗り切っていきましょう。もう一つが等価交換ですかね。等価交換土地評価。このあたりはもう6月の試験でも、これもうほとんど変わることなく、ボリュームの多い問題出てましたのでね。そこで、あの、特にしたいところだと思います。で、あの、計算問題のにはもう一つ税金がありますね、えー。タックスの学習項目で要点確認ってありますが、所得税関係、あの、例えば、えー、住宅ローンの控除とか、こんなところも、あの、含んでくる可能性ありますし、 それから不動産ですから固定資産税などの税額の計算とかですね、このあたりもこれ出題の論点になってくると思いますから、あの税金の計算問題は、この土地評価などに比べたら、まあある程度短い時間で乗り切っていけるところになってくるんじゃないかと思いますね。で、もう一つの、まあバランス的に最も多いのはこの法律問題と書きましたけども、これがこの科目で、まあ、具体的に言えることとすれば、借地借家、建築基準法、区分所有法、 ですかね都市計画法と。まあ、こう次々とこう出てくるわけですね。えー、宅他県業法。で、当然民法と。で、こういくんですけども、あの、ここは、さっき、科目選択するときに実務経験との相乗効果が高まるもので、科目選択していこうなんてお話し,しました。もし、この不動産関係の実務経験をお持ちでですね、そして日々関わってるという方は、逆にこっちが得点源ですよね。 あの、その他の不動産関係の資格試験で十分勉強されたところと重複項目多いと思います。で、逆に言うと不動産関係の他の資格試験の時は、この土地評価額等価交換といった計算問題ってあまりないですから、その段階では勉強してなかったかもしれない。そしたら、この借地借化建築基準法と始まる方のですね、こっち関係のところでもうこれ、ほぼほぼ合格基準に達する問題の正解を取れると。 こんなふうに準備していっていいと思いますね。ですから、不動産の科目については、自分の、その、どことのつながりが深いのかということで、どこで得点源取るのか、こんなふうに考えてもらうといいと思いますね。えー、三つ目ですね。ライフプランニングですね。ライフリタイヤについて。えー、まず、試験開始となった問題の一あの、CFP の倫理規定など、まあ、このあたりからこう始まってくるんですよね。 で、まあ、このあたり、あの、そんなに勉強時間かけるところじゃないと思いますから、まあ、その問題1ですから、決してそんな難しいところではありませんので、きちんと取りたいと。で、逆に、時事問題とこう入れてますけど、これはどちらかというと、最後のですね、もう40、問題の45から50にかけてと、このあたりに固まってくるケースが多いでしょうかね。あの、時事問題といえば、当然、あの、どの分野から出てもおかしくないところです。あの、法歴準備というのがありますけれども、当然、 その法令基準日に関わらず FP として知っておかなければいけないことは、えー、勉強しておくべきだと。まあ、こんなこともその試験団体のホームページなどに法令基準日のところに記載があるわけですから、例えば高齢者に関するところとか、働き方に関するところとか、こんなところを押さえておかなければいけないですよね。で、特に今回、あの、働き方と、それからそれに関する関連法令、 ですかね。ここで問題が非常にまとまって出てきたと。例えば、労働基準法の問題が2問あったりとかですね、最低賃金法の問題があったりとか、あの、労働基準法、最低賃金法って、これなかなかライフリタイヤで時間をかけて勉強している機会ないと思うんですけれども、まあ、これも自治的な要素としては範囲が出てきていますのでね、ちょっと今後、あの、傾向続いていくんじゃないかと思いますから、この過去問ベースでいいと思いますので、社会保険、 の分野とは違ったその関連法令のところですね。そこをちょっと過去問ベース読み取っていただくと良いかと思いますね。で、ただ中心となるのは社会保障分野です。あの、年金、健康保険と、まあこう始まっていくところで。で、今回6月試験でも年金関係のところは全部で15問でした。まあ年金関係15というのは大きく中は2つに分かれていて、まずはその公的年金の部分ですよね。公的年金の部分があって、 それから企業年金などの部分があってと、と、まあ、確定拠出などを含めた企業年金部分ということで、その大きく捉えた年金という分野でいくと15問ありました。だから社会保障の中の年金だけで15問と来てますから、それ以外に健康保険、あるいは労災、雇用、まあ、こう見ていくとですね、やはり社会保障分野で半分近くの問題が構成されていくことになりますので、そこでこの得点源にしなくてはいけないですよね。 で、ここに過去問レベルの計算を落とさないとありますが、あの、年金額の計算など代表的な問題です。ただ、年金額計算って、その計算のために必要な、まあ、つまり算式、計算式。これが問題の中に載ってるわけですから、もう、計算式がどこまで載ってるのかということは十分に過去問題の中で見ておきましょう。で、ここまでは載ってるから、それ以上のことは自分で準備しておかなければいけないんだと。 これあの、準備する項目をどん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 増やしすぎてしまうとですね、準備はしたんだけどあ、実際問題にはそこは書いてあったんだということになってしまいますから、まずはどこまでがその年金額などの計算問題の中で準備しなければいけないことか、どこまではもう問題の中に情報提供されるのかと、こんなところで判断できるということになりますかね。 で、もう一つは資金計画ですが、あのキャッシュフロー表であったりとか、それから係数を使った問題。もうこのあたりはもう定番と言ってもいいですね。あの、もう開始されると非常に頭の方でそのキャッシュフロー表、係数、このあたり必ず出てくるところですから、これはもうきちっと乗り切っていっていただきたいところかもしれないですね。続いてリスクと保険です。 あのー、まあ、これも資料の読み取りというのを1項目目に書いてありますけれども、あのー、リスクと保険は他のどの科目よりも、まあ、端的な例で言うと、問題のですね、ページ数が多いんですよね。あのー、問題冊子として、まあ、問題が配布されると、非常にボリュームがある問題が配布されたなというふうに、こう、まず、開ける前から感じるのがこのリスクと保険なんです。で、それがこの資料の読み取り、かん保険証券、まあ、あとは、 えー、あ新たな保険の提案書ということになるんですかね。まあ、このあたりの情報が、もう問題1問に対して3ページぐらい割いてるような形式があったりします。まあ、だからこそ問題が、ページ数が多くなっていくわけなんですが。で、この資料の読み取り、約款保険証券、あのー、もうどこに答えにつながる要点が載ってるんだ、書いてあるんだと。で、これをですね、もう見極める力だと思います。 あの、内容はそんなに難しくないんですけども、どこにその情報がきちっと載ってるんだと。で、その載ってる情報に対して的確に答えていかなければいけないので、2ページ、3ページにわたっている1問あたりのこの資料の読み取る力、見つける力って言ってもいいかもしれないですよね。まあ、それの準備、これを整えておくということ必要かもしれません。で、あの、まあもう一つが法人の経理処理に関する話なんですけども、あの、苦手にせずにと書きました。ただ、 あの、ここでどうしてもリスクと保険の中で個人契約の正保損法に比べて法人契約の正保損法に関する方がどうしてもなかなか苦手なんだと経理処理などについての準備ができないという方はこの法人経理処理に関わる問題がこれがあの ABC ランク付けをすれば C ランクに割り切っちゃってもいいかもしれないですよねこれ非常にいざ本試験問題回答していこうという中でわかりやすいと思いますあのそれぞれの説明が出てくる中で 法人契約でっていうふうに始まる説明だったらもうそこは自分は除いてそれ以外の個人に関わる問題の方に先に取り組んじゃうと。で、個人に関わる問題はもちろん政府損保の商品性もありますし税金関係もありますよね。っていうことになればまず個人契約分野のところだけを優先的に回答してそこである程度の問題数が確保できればこの法人関係の契約の政府問題などについてはもうこれは ちょっと自分としたら考え方は後回しとしておく。C ランクにしておくと。まあ、こういう割り切りで、逆に言うと資料の読み取りに時間のかかりそうな科目なので、その時間配分の中で C ランクを思い切って決めちゃうと。まあ、こんなことでもいいかもしれないですね。えー、次がタックスですね。あの、割と CFP 試験を初めて受験するという方が選択するのがこのタックスではないかと思いますね。あの、問題の構成が割と確率的です。そんなに大きなブレが毎回ないんですよね。 で、そのまあ毎回ブレがないっていうのは、この所得税の定番問題と、まあ、こういうことです。もうこの言葉通りなんです。つまり、所得税の分野が全体の約3分の2を占めていると。まあ、30問から35問を所得税が占めていると。で、その中で所得税の問題ってじゃあどういう問題かというと、ほとんど形式変わらないんです。当然、数字、説明、文章変わってきますけれども、回答すべき必要情報というのはこれは変わらないんです。だから、ここで、 もう30数問、場合によったらもう合格点取れちゃうっていうところまで仕上げておけば所得税以外のところが仮に準備ができていなくてもある程度の合格基準突破できると思います。ただタックスは他の科目比べると合格基準の点数ちょっと高いんですよね。あの33とかいう数字などが出てくるケースもありますからこれ33あるいは3十まあ2、34このあたり目安になってくるかもしれないですから この30問を必ず上回れるように得点を取っていかなければいけないと。で、あの、計算問題が多いのもこの科目の特徴です。計算問題、4択とは言ってもですね、あの、文章を読んで、そして選択肢、適切なものを選ぶということでは済まないですよね。常に電卓を片手に、その必要な数値の計算した答えを出して、そして4択の中でどれが正しいかと。こういかなければいけないので、計算問題の時間短縮、 これをぜひ心がけていってください。あの、問題傾向は今回の六月試験も大きな違いはなかったと思いますから、これ傾向多分続いていくと思います。ただ、計算問題多いですから、時間足りなくなっちゃって、えー、もったいなかったなということをぜひないようにしていただきたい。で、もう一つは、あの、税金の科目、どうしても法令基準日とか、税制の改正とか、まあそういうですね、新しい情報がどうなのかということをちょっとデリケートに考えがちなんですが、 あの、税制の改正って、全体の問題の中の構成で考えると、わずかです。ちょっと具体的なこと例を挙げておくと、この2023年の4月の改正、まあ、これが今度の11月の試験の法令期準備4月法令期準備になっているわけなんですが、じゃあ、23年の4月で税制の改正でもう大きなひっくり返ってしまうようなことがいくつもいくつもあったかというとですね、ほとんどないに等しいんですよね。まあ一点、 FE の問題で関わりそうなとこを挙げておけば、24年から始まる新しい n i 制度。これが制度として、改正として、一番大きく取り上げられていたわけなんです。だから、n i 改正されるとなっても、それ問題がですね、そんなに3問も4問も出るわけじゃありませんので、じゃあ、それ以外のところを考えたら、もう改正点、そんなに改正点だけのための勉強情報収集をしなくても、もう十分に今までやってきたことで、 正解していけるんだというふうに自信を持っていただいて良いと思いますね。えー、最後、相続事業承継です。民法、税法、財産評価。まあ、これが3分野、柱3つですよね。で、あの、バランス的には民法、それから、えー、相続税、贈用税、そして財産評価。まあ、これがおよそ3等分で構成されていますから、 どれ一つとしておろそかにならないようにですね、仕上げていただきたいと思いますね。で、あのー、ここにも税金が相続税、増与税とあるわけですから、この税金関係はやっぱり計算問題。ここでうまく時間確保できるようにしていってください。あの、6月試験見ててもそんなに、えー、傾向のブレないですしね。あのー、あまりこう、突飛な問題が出てくるところありませんのでね、あの、計算問題対策しっかり。 行っておければいいと思います。で、あの、民法については、2019年からこう20年にかけて、いくつか改正がありました。例えば、遺言のこととか、配偶者共住権のこととか、こういろいろいくつか改正続きましたよね。で、ほとんどもうそこはですね、インプットの段階で網羅されて、えー、いると思いますから。そして、問題としても、もう過去問題、出題が出てきていましたのでね。あの、その民法改正された内容というところは、もう過去問ベースで、 把握しておいていただければ対応できるんじゃないかと思います。で、えー、事業承継関係のところ、自社株評価。まあ、これ一体化していると考えていいんですが、あの、事業承継、自社株評価のところ、これ、インプットの勉強をするときにですね、まあ、大体こう一番最後になるんですよね。で、6科目の最後の科目であり、そのさらに最後に事業承継、自社株評価が出てきて、そして、2級までの勉強とは、ちょっとここは難易度が急激に上がるところかもしれないので、 苦手意識持ってしまうことになりかねませんね。ただ、あの、苦手意識難易度高いと言っても、これも過去問のベース、そんなに毎回毎回大きな試験問題の無礼ないですから、あの、過去問対策で得点源できると思います。ただ、事業承継自社株評価がどうしてもはがどらないなと考えた方は、その前段階、えー、民法、それから相続税、増与税、そして土地などの財産評価。 ここまでのところで合格の基準を取れるように仕上げていくということで、あの、良いんではないでしょうかね。はい、えー、短期合格の秘訣ということで、まあ試験が、えー、どこまで近づいてきているか、あと勉強時間として何時間何日確保できるかというところにもなってきている方多いんじゃないかと思いますけれども、あの、やっぱり情報収集の最たるところは過去問題だと思います。 直前の過去問題、そしてもう一つ遡ってもいいと思いますね。今回合格率、二、えー、つ遡ったところまで資料の方にもありましたけれども、そこまで遡って、そして、えー、ご自身なりのですね、問題のランク付け、計画立てする ABC ランク作ってみる。まあ、こんなところで、あのー、合格を目指すということであれば、必ず合格基準の得点を取っていけるのではないかと思いますね。えー、2023年の11月の CFP 試験。 勉強が進んでいる方多くいらっしゃると思います。ちょっと、滞ってしまっているという方いたら、ここからぜひ追い上げていただければ、必ず間に合っていくと思いますので、この CFP 試験の合格を目指して、勉強を頑張っていただきたいと思います。そして、今回は科目合格を目指している方も、次の2024年のですね、6月、その試験でさらに科目を積み上げて、できるだけ早く CFP の認定者として活躍していっていただきたいと思います。 はい。それでは、11月試験向け CFP ガイダンスを終わります。お疲れ様でした。